はい、ですね、すみません、ちょっと動画、終点まで一気に行こうと思ったんですけれども、見えますかね、ハイウェイカード椅子の下に落ちてしまってたんですよね。ちょっと怖いんですけど探してたんですが、ジュースホルダーに入れてたんですね。で、それが椅子の下に落ちてたんですね。怖いよ。なんでやっぱり行った方が良かった。帰ります。すいません、僕の動画じゃなくて今度昼来ます。ここまで来たらはっきり言って怖くない、お化けかかってこいっていう感じなんですが、ね、全然余裕ですし、もう一回裏ロックを行ってこようかなっていうぐらい余裕ですね、ここでしたら。でもやっぱトンネルがまず不気味ですよね。ここはロイユの表通りです。で、ここはもう住宅街、高級住宅街ですよね、が多数あって、この辺はあんまり怖くないですね。もっとその夜景撮りたかったんですけれども、予想よりも人が多くて、でカップルばっかりでだったので、まあ、次はやっぱり昼ですね、平日の昼間にチャレンジしてみようと思います。というわけで、ここが料金所になります。今日は簡単なんですけれども、すいません、決定な動画で。それではまた、ということで失礼させていただきたいと思います。